はい、こんにちは。勝又シューマーチャンネルです。今、髪をセットしてもらってます。今日はトークショープラスサイン会ですね。18時から現在の時間16時45分です。そして今日、勝又さんがヘアメイクということでやっていただいてもらってます。先輩にヘアメイクさせるクソ後輩です。あ、お疲れ様です。おはようございます。はい、ただ何してんすか。あれ、そんなに髪明るかったでしたっけ。いや、あのワックスつけると黒くなるんですね。ちょっと意味が分からないです。中が黒いですよ、僕。へぇ、中が色気づいちゃって。で今日なんか笠間さんヘアメイクしてください。僕の場合またトークショーなんで早めに入ってもらってヘアメイク頼みました。そんにかけてるんですか。はい、そうです。今日のトークショー全てかけようと思って。マジですか。今日お酒ないトークショーだからね。大丈夫ですか。大丈夫です。どんな感じにしたいですか。まあ、ちょっと結構顔見せたいですか。まあ、おろしたの可愛い。今日、いや、おろしどうもう顔顔いってます。顔いったじゃん。髪じゃなかった。すいません。どうですか。ちょっといい感じのパーマっぽく。はい、どうすかね。もう目いって、目入ってる。目開けてもらっていいですか。目開いてるぞ、開いてるぞ。なんで目開ける必要ないじゃないですか。一回目開けてもらっていいですか。別に目開ける必要ないじゃないですか。あ、いいっすね。ちょっと目開けないとイメージがつかないんで。いやいや、だから目開いてます、開いてます。はいはい、寝ないでください。普段からこれなんですよ。いや、ちょ、気持ち悪い耳。オッケーです、じゃあこれでセットしますね。じゃあまずこの500円ぐらいですね、取っていただいて。500円ですか。顔はすごい、ちょっと顔はダメっす。今お前が見てるのは全部夢。いや、なんでそんなちょっと怖いこと言うんですか。夢でもいいっすけどね。おでこ、ちょい気持ち悪い。おでこパリパリになりますか。文句言ってる、やっていただいてやってもらってる分際で文句言ってる。さすがにいい、それはセットなのかわかんないから言いづらいし。セットです。前髪上げて。何してんすか、ほんの。違いました。じゃあ、いいっすよ。今セットしてる。セットしてる。そってないっす。そってない。セット、セット、そっと、そっとじゃない。そっとお願いします。眉毛がそっとじゃない。眉毛そっとじゃない。眉毛そっとお願いします。あと10分ぐらい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日の YouTube のオープニングお願いします。今すか。始まってなかった。始まってない。始まってない。それでは、はい、勝又シューマチャンネル in トークショースタート。小島ぶらり物販ツアースタート。行かせていただきます。今トークショーしてるんで。まずあのこちらなんですけど、謎解きゲームやってます。あれ、勝間さん。勝間さん血だらけだけど。違うデスマッチやった後の勝間さん。違う一応ですね、やっぱ明日あれ、いつの間にかドスコイが熊本から帰ってきてますね。で、まあ、石田選手は、オープニングマッチで、はい、どこでやってる。これどこがどこが物販かやってるんですか。
あ、ここでやってるんですか。小島遠いがいる。あ、小島。小島がもう絶対にマスコイして、小島遠いの方が取りますよ。あ、この試合は。あいつドスコイしか言ってねえじゃねえか。いや、まあそこは一回こう。ドスコイしか言えないから困ってるあいつ。ドスコイです。いや、ドスコイです。ネパーって言う。ネパー。何がドスコイ？それもドスコイ。言ってね。ちょっと急に恥ずかしくなってきますけど。なんでくっついてるんですか。それじゃなんかくっついてますけど。え、今回のアクスタこういうこともできるんですか。これ当たりですか。合体もできる。サウナ神谷が僕たちだけくっついてますけど。でこうカットしてる。アクスタすげえことだ。縦まで作ってないですよ。今回のアクスタ合体できるみたいですよ。ひょっこり話してるし僕たち愛し合ってますよ、なんか反対にあるか、うん、何ですか。遠藤さん、どういうこと。すごっ。何でしたっけ、あの足出てるやつ。何でしたっけ。出てこなかった。犬屋敷じゃなくて、あ、犬神家。あ、犬神家だ。完全犬神家です。終わりですか。いや、なんかもうちょっと出てるのかと思ったんですけど、正直まとまっていいっすね。で、番号とか分かりやすい。T シャツとかもあるんかな。明日新発売のグッズもあるとか、ね、そうっすね。新しい T シャツもあるないです。変わんないっす。上野さんの上野の T シャツ。あ、そうか。ね、いや、近々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 、しかもちょうどここニキビあるし。じゃあ戻りましょうか。ということで、小島通りのぶらり旅、ぶらりとぶらり物販ツアー終了です。ありがとうございました。ということで僕たちは17時半からこの3、はい、トークショーです。明日ね、僕たち防衛戦、そしてまあトイさんも第1試合を盛り上げる 5時間後ぐらいの1試合目ですから。ということで僕たち今日は上野さんね、あのもう記者会見の 最初の方でもうサイン会とやって、もう、ね、盛り上がってましたよ。本当ですか。じゃあ僕たちも盛り上げましょう。はい、僕たちの職業何でしたっけ。僕が YouTuber、バンドマン、フリーター、上野さんは俳優で、竹下さんはね、スーパースター。じゃあ今日ね、外タレになった。外国タレ。外タレですね。竹下さんは外タレになっちゃった。確かに。そんな様々な職業を持ってる沢中美奈でございます。ちょっと急に緊張してきました、ね。検索感的じゃ、シュンマーでいきましょうか。今日は早い。しっかり聞かせて入場は明日やれ。時間ないですから。すいません。そんなガッツリ入場にこだわらないでください。あの、サナカミラちょっと入場こだわってる。すいません。いや、いいんですよ、全力で。小島選手はあれですね、髪の色がすごく明るくなる。どうした、ね、急にどうした。いや、もうちょっと、うん、あのそういうお年頃。
どうですか、勝俣さん、真央さんから見てこの小島選手の髪色は。知らねえよ。知らねえよ。ノーコメントで。ノーコメントで。ノーコメント。いや、いいんじゃないですか。モテたいっていう気持ちが出てて、すごく僕はいいと思いますよ。まあ、そんなことは言ってないけど。エニフェアって分かってますか、勝俣さん。どこでもやっていいんでしょ。え、どこでもやっていいんでしょ、試合を。あんた目バキバキだな。どこでもやってるでしょ。大丈夫大丈夫、確かにバキバキだ。こんな目バキバキの人に充血して、どこでもやっていいんだろうって言われたらなんどこでもやっていいんだろうなあ。ちょっとこれ、あの逮捕前の映像とか何だろう。どこでもやって、周りモザイクすげーかかってて、柏の先輩がね、やらかしちゃってる。やめなさいよ。ちゃんと言わないでいいんだよ、そんなこと。なんか楽しくて早く感じましたね、トークショーとサイン会が。あっという間でした。長蛇の列でしたね。長蛇の列。久島さんの列。僕が並んでると思ったら、この僕の隣が長蛇の列でしたね、両隣が。真ん中にしちゃったね。いや、多分それで隠れて僕に、ね、見えてなかったんですよ。僕の列どこだってなってたんですけど。でもこう終わったらついでみたいな感じで来たりしました。次は長蛇の列にお願いします。明日の意気込み。明日は石田祐希、ドスコイドスコイばっか言いやがって。お前のドスコイまた全然気持ち入ってなくなってるからな。お前ぶっ潰してやるからな、マジで。後楽園俺が盛り上げる。